次の質問です。前段放送の火の巫女システムの話が大変興味深かったです。ジライアと月姫、マンジマルと金のように他の天外シリーズでもキャラクター設定に勇者を選ぶ巫女の関係が意識されていたりするのでしょうか。とりあえずは123はじゃなくて、そっから始まってるわけじゃないんだけど、123はこういう考えで、元のあらすじは作ってます。外伝系のやつはほとんど関係ないです。はい、ありがとうございます。外伝系でも主人公と若菜姫や悲願と翡翠といったここに類似するキャラクターが登場しておりますが、これらはゲーム版では意識されたものではなく偶然そうなったということがそうです。基本的に火の一族から勇者が出るっていう設定を覆したくて作ったネタなんで、巫女システムっていうのが、そう、火の一族じゃなくても火の勇者になれる形になんとかできないかと思ってこういうのを考えました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では次の質問です。ジライアに登場した白鷹城の姫の名前とドクロタンに登場した吹雪御前の名前は同じ雪姫で被っておりますが、何か理由があるのでしょうか。理由はありません。単に被っただけはい、ありがとうございます、偶然被ってしまうことも制作上よくあるということです。はい、では次のご質問です。天外魔境3の小説の執筆予定はありますか。足立先生による天外魔境3の世界も読んでみたいです。読んでみたいですねでも2を書かないと3書けません。はい、ありがとうございます。では皆さん、まずドクロタンと天外魔境2の小説が書かれることを願いましょう。ぜひ3まで書き上げていただきたいです。では次のご質問です。極楽太郎は小説版天外魔境2には出てくるのでしょうか。まんじまるや絹や歌舞伎は触れられましたが、彼についてはあまり触れられなかったので、もしかしたら全く別のキャラクターにリファインされて出てくることはあるのでしょうか。いや、極楽で出てくる、出すつもりでいますけど、なかなかね、設定的にちょっとびっくりする設定に変わってるかもしれないよね。謎深き人物なんで。そうですね、1000年前から生きてるわけなんで。はい、ありがとうございます。皆さん、小説版ジライアでもありましたが、ゲーム版と小説版では大幅に例えば種族や立ち位置、性格などの設定が変わることがございます。天外魔境制作にあたって日本各地に取材旅行をされたと思いますが、何かエピソードを聞きたいです。天外魔境を作るために旅行をしたわけではないんです。よっしゃ、いっぱい来たじゃないですか。あとでご褒美として旅行して、取材旅行していいよって言われて行ったことは言ったんですけど、前じゃないしみたいな、あんまり役に立たない。すごい疲れちゃってね。でも、土地の雰囲気はつかめたかな。結局何日間したんですか。1週間程度じゃないかな。どこに泊まったの。旅館。いや、だから高級旅館とか高級ではない全然予約も取らずに出たとこ勝負でしょ。そんな感じで、あれは予約入れてましたよ。入れてあって、で、スケジュール表みたいな、乗り物のスケジュールもある程度は、決まってまして。北はどこから？
ね、一番最初に行ったのがね、あの天蓋2作るよっていうことで、近畿地方を中心に回りましたね。伊勢から真ん中かな。近畿はまあ分かるんですけど、うん、その近畿地方本いや2ではあの、伊勢和歌山、和歌山のあの熊野で、あと大阪に戻って、うん、大阪の街ちょっとだけ歩いて新世界とかね、あの辺ちょっと歩いて古本屋ないかって足立さん言うから、こんなとこまで来て古本屋かよって思いながら古本屋街みたいなのが大阪にはそんなにないんで、うん、まあちょっと古本屋あるようなとこをちょっとだけ案内して、それその後キビ、キビの方行ったのか、うん、キビから、出雲、うん、出雲から京都へ、出雲を退社って京都戻ってきて、京都ではただ泊まって帰っただけなんで、京都は何も見てないんで、うん、今な、そもそも京都はそれ以外では散々行ってるとかないんですか？他で。俺は生まれが奈良なんで。もう山ほど行っていますよね。山ほど行ってるね。でもそういうあの観光名所的なところはそんなに行ってないからね。足立さんは京都はそんなに興味なかった？ないことはないけど、時間みたいなのはないから、どこへどうやって行ったらいいか。あと土地勘その辺にいる人に何か案内出せばいいじゃないですか。観光名所行ってないですか、俺も。どこを見ていいかもちょっと分かんない、ね、ある程度ね、お話が決まってからそういう取材旅行行けると一番いいんですけどね、うん、何にもない状態で行っていいよって言われてもね、まあ、困っちゃうよなとか、ね、まあエピソードとしては、乗るバス停で乗るバスの時間を1時間間違えるとか、そんな程度ですね。その後はあれですね、九州フリー作るよんっていうのでね、一番最初屋久島から始めたのか、鹿児島へ出て屋久島へ飛んで、鹿児島まで行って屋久島へ行って、そのあとどうする、屋久島ね。そもそも延岡の方から、うん、阿蘇山へ、まだあの鉄道が動いてた頃、熊本あたりがじゃあ航空場なんですか？もっと北に高千穂から熊本、高千穂鉄道で高千穂行って。うん、高千穂から熊本で阿蘇山の方へ出て、阿蘇山の麓で泊まって、温泉で、いい温泉でしたね。あ、谷の温泉 で部屋がさ狭くてさ、うん、隣の部屋とこういう襖までしか仕切られてないからさ、隣のカップルの声が夜中に聞こえてて嫌な環境ですね。おーそんなとこにあったら薄い寝てたような気がする。俺は寝れなかった。次の日阿蘇山登っ、徒歩で登ったんですよね、うん、元からで、その阿蘇を行って、その後水俣の方に行ったの。水俣ああ、なるほど。行ったのは行ってないか。有明海が見たいと思ったんだけど。見たっけ。あ、柳川行った。柳川行って、で、博多の方行って、うん、で、伊江さんの生まれ故郷。あの変な神社あるとこ、古墳が神社になってるとこ、それ博多、博多からちょっと行ったとこ、宗像に近い、うん、
その辺でもう足が痛くなっちゃう。太宰府。でも一応九州はあのぐるっと長崎のこっちの方を除いて。あ、そうですね。でその後大分行って帰ってきましたね。それも1週間くらい。そうですね。あ、じゃあ北は行ってないんですか。北は行ってないね。一度も取材みたいなのはやってない。うん、その後ひろいさんなんかとまた九州と今度は沖縄。その時はあのあっちの方も行ったね。あの長崎とかあの天草、あ、はい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 、あっちの方もちょっと行って回って、うん、で沖縄で俺と下田だけ置いていかれて、あと2、3人そっちもいろいろって言われて、そう、置いていかれてじゃなくて置いてってくれたんじゃないですか。置いてってくれたのでお沖縄でなんか祭りがあるんです。それって帰ってきましたね。面白いことになるもの。いやいや、十分、それで十分ですよ。そうね、店内に役に立つ旅って、個人的に行ったやつでいろいろありますね。あの、池本君と中央に行った旅とかね、その時、モンゴルの方まで回ったり、資金所をうろうろしたりとか、いろいろしたし。それ経費に持ってない？それは自費、自腹で。なるほど。あと、バリ島行ったりね。その辺に結構行ったとか、あと会社から行かせてもらったのがイスタンブールとかあっちの方、トルコもう結構役に立ってると思うんですね。その後いろんなとこ行きましたけど、それなりに役に立ってると思います。はい、ありがとうございます。ちなみにトルコなどに行かれたその中東に関するキャラデザインなどがあるんでしょうか。中東に的なキャラデザーはあるかな。多少はデザインの中に入ってると思いますよ。このキャラっていうふうなことはないですが。はい、ありがとうございます。はい、それでは皆様長時間ありがとうございました。これにて奇想天外話第3期は終了となります。今回は天外魔境230周年でしたので、天外魔境2を多めに取り扱いましたが、今後ですね、企画しております外伝のイベントで、外伝の質問もまた再度取り上げさせていただく予定ですので、皆様どうぞ心待ちにしていただけたらと存じます。それでは本日は誠にありがとうございました。というか、半分は俺関係なかったのにここにいてよかったのかみたいなところがあるんですごい大丈夫ですよ。天外2に関していろいろと